皆さんどうも草刈秀チャンネルです。本日トリガーのこの三輪用の切れすぎくんですね、こちらを使いたいと思います。こちらね、前回充電式の草刈り機でやったんですけど、今から中速で買ってみたいと思います。はい、はい、やっぱり武藤さん、はい、こいつでもちょっと足りないと思います。もしかしたらね、本領発揮してないんじゃないかと思いましたので、国産機種でも最高峰の機種をご用意しました。もうね、あのプロ農家の生成ファームさんが使っている RME の3600ですね、 34cc のこちらの機種でこの切れすぎくん試してみたいと思います。こっちが一般雑草用の切れすぎくんで、上があの三輪用の切れすぎくんなんですけど、一般雑草用との切れすぎくんのこの刃は若干マイルドなんですよ。多分こう石とかに当たった時でも石をこう少し逃がすような構造もあると思うんですね。もちろんこっちは制限刃もあるんですけど、こっち制限刃もないですし、刃がね、なんかもうあのどんどん草に向かっていくっていう形状っていうんですか、なんかもうここなんて鬼の爪みたいになってるんですよ。全部をかき取るぞっていう感じの、なんかね、これしかももう痛いんです、触れないぐらい痛いんですよ。こっちはまだマイルドなんですよ、触ってもっていうぐらいの刃となってます。はい、それでは買ってみましたけれども、なんかね、こう一般雑草用途だとガツンガツンって当たりながら切れていくんですよ。切れるんですけど、なんかそのガツンっていうのがあんまり気持ちよくないんですよね。あの切れますよ、でも他の刃の方がもう圧倒的にトリガーさん、あのいいのいっぱいあるのでいいと思います。じゃあ早速ちょっと山林に近いような環境のところで買っていきたいと思います。つるごとバツバツ切っちゃいましたまさにこれですよすごいこういうもうちょっと繊維質な草からもう本領発揮しますね。なんだろう、もう三枚刃とも違いますよね。あの三枚刃はもちろんこういうとこ得意ですけど、三枚刃はなんか溶けるようなイメージっていうんですけど、なんかね、こう鬼の爪でぐわーっと全部をかき分ける、はい、であと絡んできたんですよ。まあ本来だったら多分これ三枚刃の方が得意ですね、つる草なので。でも絡んでも、その絡んだやつをさらにまた粉砕していくっていう、あのこっちの竿の方が結構絡んできたんですよ。それもなんかあの回転してるところでどんどん切っていくっていう感じで、あのまあ今だったらね、多分巻き草カッターまではなおさらいいような場所かなと思ったんですけど、三枚刃の出番なくてもいいぐらいですね。
はい、凄まじかったです。でやっぱりこの辺あたりからちょっとアクセルコントロール必要ですよね。こう握ってピュンと上げたら戻すときにやっぱりそのコントロールじゃないですけどキックバックの恐れとか、あとよく言うのは燃費も悪化するっていうのもあるので戻したりするんですけど、でもそれをしながらやっぱりこれもね結構やっぱ排気量ある機種じゃないとできない技ですよね。コントロールがこの刃やっぱりちょっとトルク足りないっていうか、なんだろう、排気量大きい機種じゃないとガツンと当たった時に切り切れない鋭い刃なんですけど、生半可な多分機種だとこう切れないなって感じなんですけど、この機種のやっぱりもう RM3600 だとバチーンと切ってきますね。いやこれやっぱエンジン機種ですよ。 BSR510 の中速、今もだいたい中速ぐらいで買ってるんですけど、なんかねちょっともたつき感があったんですよ。もう一歩欲しいって、で高速に上げたら気持ちよく枯れたなんですけど、これ以上はねあんま高回転に上げたくはない、上げたくなるぐらいすごい。これ見てわかりますかね、バラの木なんですよ。でこれ3枚刃で買ったらもう刈り切れなかったんですよ。特にこういうちょっとこの太いところとかなんてもう3枚刃で全く上からしか切ってないんですよ。すごいここの辺もう密集してるんですけど、この辺りでさっき止まりましたし、結構ね抵抗が強いんですよ。これくらいになるともう刈り切れないので、これをちょっとやってみたいと思います。はい、それでは借りましたけどやばすぎましたなんじゃこりゃ3枚刃太刀打ちできなかったんですよ。本当になんか3枚刃負けそうで怖くて上っ側だけちょっと買ってたんですけど、下からいけますよね。もちろんチップソーなのですごいです。はい、若干やっぱり高速モード使ったんですよ。一瞬こう高速上げてまた抜いてって、まだキックバックのあれもあるので。でもこの機種もやっぱすごいですね。ヒャーンとこう立ち上がって高速まで一瞬で、であとまた抜くとすぐこう回転も戻ってっていうのを繰り返しながら今やったんですけど、いやすっごい、これこの機種じゃないとできないのもありますね、ああいう技が。でこの機種とプラスやっぱりこの刃が凄まじいです。いやもう木ですよ、あれ木、バラの木、木をシパーンって切っちゃってました。全部なかなかこれチップソーでこれってできないんじゃないですかね。はい、であとやっぱりこういうのってものすごい草刈り、やっぱりなんだろう、初めての方は絶対できないですよね。はい、こういうよくこう刃の特性も分かった方とか機種の特性も分かった上で使わないと、うんって思う刃です。はい、そうじゃないと全く力を発揮できないと思います。一般雑草なんて買ってたら、なんだこのちょっと眠たい刃までいかないですけど、なんかちょっと抵抗感あるなみたいな感じがあるんですけど、今のような環境だととんでもないです。本当にこんなにすごいんだと思いましたね。ほんと鬼の爪がガザーンと全部いってました。すごいです。
はい、それでは今すすき買ったんですけど、最初ちょっと中速ぐらいかな、なんかこう結構抵抗感あったんですよ、ボツンボツンっていう、あーなんか切れないなと思ったんですけど、一瞬高速にちょんと上げたらシャンだからね、これやっぱ高回転寄りの特性なんですかね、やっぱもう刃が本当にその対象物に対してガチッとなるので、やっぱり生半可な力だと反動がゴンって出ちゃうんですよね。でやっぱりある程度の回転とかトルクがないとズゴンとこう切れないっていうんですかね。だから調和は本当に機種にもよりますし、今ねなんか回転一瞬上げて買った時にはなんかわかんないぐらいズコンと切れてました。あーすげーって、とんでもない刃ですねこれね。なんか進めていいのか進められないのかちょっとわからないです、この刃に関しては。あの一般雑草用途の切れすぎくんは進めたいです。どこでもオールラウンドでいいですし、どの機種でもいいので、これに関しては超ごく一部の方におすすめだと思います。はい、すごすぎます。でも切れ味はこんなに切れるんだっていうか切れます。はい、それでは肝を切ってみましたけど、ちょいんとチーってなんかとんでもないですね。もう簡単に切れました。こんなに切って草刈り機で切れるんだっけっていうぐらい切れましたね。なんかもう本当に凄まじい刃だと思います。ただもうこれエンディングで締めますけど、本当にその高回転でこの特性が現れるというか、生半可なその力だと逆に抵抗感が生まれて、なんかちょっと切れない刃だなとかそう思っちゃうような刃でした。一瞬高速上げて戻してっていう、そのこのアクセルコントロールができる方々で、あとはしっかりとした機種ですよね。今回の RME の3600最高に良かったです。せいせいさん本当にありがとうございます。めちゃくちゃ気持ちよかったです。こんなに気持ちよく切れるんだっていうぐらい凄まじかったです。もしねこれを見まして、ね、感想をお聞かせいただけたらと思います。これ万人には絶対おすすめできないですけど、一部の人にはかなりこれおすすめしたいと思います。凄まじかったです。ということで、このチャンネル見ましてよかったよって方はぜひいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで皆さん次の動画で会いましょう。